おじさん、私あの人知ってる。おお、お嬢ちゃん、若いのに通だね。そう、ありゃバンタム級ランク1位のジャッカル八木沢だよ。お前ボクシング好きなのか。うん、ひまわりでよくみんなで見てたよ。ジャッカルのパンチってすごいんだよ。本当によく知ってるね。そう、彼の右は音速の右って言われてるんですよ。そうなのか。ねえおじさん、私握手してもらってきてもいい？ああ。ねえジャッカルさん。ん？私ファンなんだ、握手して。うるすんだよガキが。何にも知らねえで。くそ。あ？おもろいな。お？ああ、いらっしゃい、お客さん。お、これは珍しい、お子さん連れですか。ええ、こいつがジャッカルのファンなんでな。ああ、そうですか。そりゃ見る目があるね。明日のタイトルマッチはジャッカルで間違いないですよ。そうか。相場はどうなってんだ。ジャッカルは今まで22戦21勝20 KO。今じゃ日本に敵はいないですからね。鉄板の 1.5 倍ですよ。ほう。相手のマギー吉村は5回防衛していますが、全部ギリギリの判定勝ちですから、まあ勝ち目はないでしょうね。だから 10.5 倍のオッズになってます。ちなみに引き分けで防衛の場合は 5.4 倍のオッズです。ずいぶんあからさまなオッズだな。まあ今のジャッカルは無敵ですからね。これでも結構倍率が高い方ですよ。それでどうします、お客さん。ではジャッカルに賭けよう。ただし八百長抜きの試合にな。あ？お前の仲間が八木沢にやられたらしいが、それをネタにつけ込むとはゲスな奴らだぜ。何？さっきも言ったが、この子は八木沢のファンなんだ。子供の夢奪っちゃかわいそうだろ。悪いが店ごと潰させてもらうぜ。客かと思ったらそういうことか。ガキ連れのてめえに舐めてもらっちゃ困るな。お前ら二人とも試合前に東京湾に沈めてやるぜ。
原工業です。ご用の方は発信音の後にメッセージをお願いします。あ、ジャッカルに50万側近で。おい、おい、なんだありゃ。え、テレビの撮影か何か。おい、飛び降り自殺する気じゃないか。おい秋元、バカな真似するんじゃねえぞ。今警察呼んだからそこを動くな。瑞希ちゃん、ごめんね。ああ、おい、バカなことするんじゃねえ。誰だよお前ら。そんなことしても誰も喜ばないよ。邪魔しないでくれ。そこから近づくと飛び降りてやるからだ。何があったか話してみろ。何があったか言ってごらん。悩みってのは一人で抱えるよりも誰かに話した方がいい場合もあるんだぜ。瑞希ちゃんに貢いでたら借金がとんでもない額になったんだ。だから生命保険で返済するしかないんだよ。瑞希って誰だ。マックスボンバーって店のナンバーワンキャバ嬢、瑞希ちゃんだ。マックスボンバー、ハルカ知ってるか。聞いたことない。スタイルは抜群で性格のいい、それでいて親思いの心優しい子なんだ。あの子のためだったら俺は何だってできる。何でもできるんだな。ああ、だったら借金くらいなんとかできるだろう。そうだな、早いとこ死んで借金を返さないと瑞希ちゃんに迷惑がかかるからな。おい、そういうことじゃねえだろ。ちょっと待て。うわ、秋元くん。瑞希ちゃん、来てくれたんだ。ごめんね瑞希ちゃん、借金返せなくなってさ。瑞希ちゃんに迷惑かけたくないと思って。私を置いて死んじゃうの。う、秋元くんは私にとって命よりも大切な人なのよ。忘れたの。瑞希ちゃん、だから死ぬなんて言わないで。そんなクリスマス迎えたくないよ。瑞希ちゃ
俺、間違ってたよ。秋元くん、分かってくれてありがとう。瑞希ちゃん、素敵だよ。私、プレゼントは限定のダイヤモンドリングが欲しいな。分かった、今から買いに行こう。じゃあ、プレゼント買った後、同伴してくれる？うん、もちろんだよ。どうやら人違いだったようだな。アルカ、行くぞ。うん。よう見つけたな。何やて？頼んだぜ、俺のゴーレムタイガー。ええ感じや。いよいよファイナルラップだ。いいねいいね。嵐の前の静けさなのか。何が起こるかわからないのがポケサーだ。待ってました。このベストで勝負を決められるか。順調やな。いただきます。カズマくんが大会の優勝者です。おめでとう。ふん、俺の勝ちだ。お、俺の名前はポケサーファイター。いや、せや、
やってきた乱入者、その名は五郎くんだ。一体どんな走りを見せてくれるのか。注目のカズマくんは青レーンだ。対するは五郎くんだ。熱いレースの始まりだ。レディーゴー。だとカズマくんと五郎くん、勝つのはどっちだ。カズマくんは五郎くん相手にどう戦うのか。壮絶なデッドヒートだ。五郎くんの表情の変化も激しい。この均衡を破るのはカズマくんか、はたまた五郎くんか。五郎くんのテンションが上がっている。五郎くん遅れを取っているも余裕の表情。何か秘策でもあるのか。自由すぎるぞ五郎くん。もっと早く走れっけボギー。五郎くんのマルテがカズマくんのマシンに襲いかかる。そこどけて。こんな激しいバトル見たことないぞ。そこどけて。待ってました。ここでブーカズマくん、タイヤの危機か。カズマくん鬼の表層で気合注入だ。なんということだ。こんなはずでは。ここでまさかのリタイア。あまりにももったいない。手に汗握る勝負だった。素晴らしいレースを。くそ、なんということだ。